こんにちは。今回ご紹介します商品はこちら、岡山のジャパンブルーのデニムマスクです。では開けてみたいと思います。よし。はい、これはなんだ。あ、これは納品書ですね。納品書。そして、こちらが本体です。あらゆるデニムマスク、ジャパンブルー瀬戸、ガーゼ仕様、インディゴブルーです。これ中開けましょうか。これどこから開けるんだろうか。ん、どこだどこだ。あ、ここですね。よいしょ。はい、デニムマスクですね。よいしょ、ここですね。はい、これ3つの安心って書いてますね。色落ちしないデニム素材、内側は吸水速乾、防臭抗菌加工済みのダブルガーゼ、耳が痛くなりにくいナチュラルな伸縮性の組紐だそうです。はい、これインディゴブルーですね。あ、ここは紐は自分で結んで調整するという形なんですね。あ、こんな形ですね。インディゴブルーという、ね、デニム素材を使ってます。そして内側がこれダブルガーゼになっているようですね。あ、これいいな。ちょっとこれ、実際に、つけてみたいと思います。はい、こんな感じでね、紐を、調整しました。この結び目をね、隠したいと思います。これずっとこっち側引っ張って、でこれ中の方にぐっと押し込んでいきましょう。まだ入らない。よし、全部入った。はい、これで入りました。結び目がね、消えましたんでいいですよね。はい、これ裏地が、ダブルガーゼ、表が、デニムの生地で、しっかりしてます。つけてみます。はい、耳もね、調整したのでそう痛くはありません。でこれ顎の下まで隠れますね。結構しっかりと、隠してますんで、いいかと思います。フィット感も、特に問題はありません。この、デニムマスク、ジーパン、デニムが好きな方は、ご存知と思うんですけれど、岡山倉敷の、ジャパンブルーという会社が、作った、マスクです。これ以外にもね、ブルーの色、ブルーの色の、マスクがあって、それはね結構人気になっていて、 Amazon の方でも今、入荷待ちという状況です。まあ、今度ね再入荷したらそのブルーの方もね、購入してみたいと思います。はい、ということで、まあ、これからねマスクはねまた必要ですんでね、ちょっと、最近はかっこいいねマスクもね、販売されていますんでね、そういったマスクもね、使っていきたいと思っております。はい、ということで今回はね、ジャパンブルーの、デニムマスク、インディゴブルーをご紹介しました。今回この件で失礼します。